ソン・フンミンの70メートル疾走ワンダーゴールが歴代最高のイングランドプレミアリーグ得点として記録されるだろうか。英国、スカイスポーツは去る20日イープ歴代最高のゴール最終候補を16候補に絞り、決選投票に入った。先立って、スカイスポーツは歴代最高のイープゴールを決めるため投票を実施した。予選を経て決定した最終16候補の中から最高のゴールを決めなければならない。21日基準、ソン・フンミンのバンリー戦ゴールはそうそうたる候補を抑えて、投票中間集計で 34% の支持率を得て1位に浮上した状態だ。2位はルーニーのオーバーヘッドキックとは大きく差が開いている。果たしてソン・フンミンの70メートル疾走ワンダーゴールがイープ歴代最高のゴールとなるのか注目される。